はい、皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。えー、テーマ読んでくれた人が、もろ大阪人なので、もうなんかすごくぴったりだったんですけども、えー、今日のですね、テーマは、エーモンオンパレードということで、ちょっと私には、あの、イントネーションがね、あの、はい、私大阪人じゃないので、はい、もう、もう何年経つね、みたいな感じなんですけども、いまだにですね、あの、イントネーションで言いますかね、違うんですよ。 まあいいですよ、えー、ローマ人への手紙の5章から、えー、考えていきたいと思うんですけれども、まあもう4章まで行きましたので、えー、これまでの流れといいますかね、えー。まずこのローマ人への手紙というのは有名なあの、ポール、パウロというイエスの弟子がローマの人たちに宛てた手紙なんですね。で、そこで、福音というものをこの説明してるんですけども、特に論理立てて、 説明している、一番論理だって説明している書簡、手紙だというふうに言われています。まずとにかく最初にですね、えー、神様の存在ね、この世界を作られた生ける誠の神様がいらっしゃって、その方から大きく離れてしまった、それをこの専門用語で罪の状態になっているというふうに言うんですね。 でそこで途中ユダヤ人のことがちょっと入ってくるんですねで。ユダヤ人というのはこの民族として神様を教えられて創造主というのをまあ当たり前のように教えられていた民です。ですからわざわざこの、ね、作られたものを見たら作った方いるとわかりますよねとかいうそういうメッセージは必要ないんですね。そのユダヤ人たちに神様のまあルールというか 人間にとって最もこの生き生き、素晴らしく生きるためにはどうしたらいいかっていう、まあ、えー、人生のマニュアルみたいな、旧約聖書を与えたんですけども、その旧約聖書を正しく、まあ、受け止めれなかった、というんですね。で、今日の箇所は、ユダヤ人出てきません。大丈夫です。でも、このユダヤ人がちょっと途中で入ってきてるというのは、後々非常に大切なことになりますので、ちょっと頭の片隅にね、えー、まあ置いても多分、 忘れると思うんですけど、大丈夫です。はい。ということで、えー、このユダヤ人でさえ、この神様の思いっていうのは分からなくて、結局神が使わした救い主をいらないと言って十字架で殺してしまったということなんですね。まあ、けれども実は神様は不思議な方で、その人間がやってしまったとんでもない愚かなことをですね、それを用いて、 私たち全人類に祝福,祝福救いを与える計画を持ってたんだというふうに、まあ、言うわけですよちょっと遅れましたが、まあ、これまでのあれずし言ってますでですねこのお最初ユダヤ人であるパウロはもう全くこのことがわからなかったのでイエスを殺すのに大賛成してしまいましたまたイエスの弟子たちを殺すのも大賛成していましたところが彼は この復活したイエスにまあ出会ったんですねそして180度変わりましてね彼はこの神様の意図っていうのをもうはっきり教えられたんですよでその祝福を受けてこのローマ書5章に入るとですね私たちがどれほど本当に祝福されたのかっていうことを書いていってるんですねということで一番目は、えー、ますます 英文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 ですか英文、ええ、どっちねみたいな感じ。あの、私の山口の中では英文、ええ、言ったらね、あの、味方、あの、ヒーローのこと悪いものの反対、英、え、文、え、英、え、文、え、の味方みたいなこと言ってましたよ。どうでもいいです。はい。英文溢れる。ますます英文溢れる。という意味はこういうことなんですね。まず、五章の一節はこういうことから始まります。こうして、私たちは、 信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。ということで、信仰によって義と認められたってあるんですけど、実はこの信仰によって義、正しい、神様によって受け入れられるということは、ローマ人への手紙の主題なんですね。 ローマ人の手紙の一番のテーマは何かって言ったら誰もが言います、えー、信仰によって義と人は認められるんだでこの信仰によって義と認められる、まあ、ここに何度もお越しの方はもういつもこれ言われてますから、えー、もうよく聞いてると思うんですけどあの一般的にはねこれあんまりピンときません、まあ、世界史で習った時に信仰義人っていうね、あのー、マルチン・ルーターが 宗教改革を起こしたいう時には少しこれ笑いますけど信仰によって義と認められるんだ普段こういうことね言わないですよねで簡単に言いますよ私が頑張ったのではなく主が頑張ったとということなんです私たちは神様に受け入れられようとか神様に認められようとしたら普通誰でもいいことをするみたいな。 頑張るみたいなしっかりせなあかん聖書を読む教会に集うお祈りするとかいうようななんか自分が何かをしなければならないっていうふうに思いがちなんですけども聖書はね私が頑張ったから義と認められるというんじゃなくて主が頑張ったというんですよ主が頑張ったそしてこの主が頑張った頑張ってくださったということを信頼する とということなんです何を信じるか出たら自分の頑張りとか自分の立派さを信じるんじゃなくて主が頑張ってくださった頑張るというのは非常にあのはい分かりやすく言ってるだけですね主が頑張ってくださったので私たちは、まあ、ある意味で救われるんだっていうんですねでこれを言いますとこんな何もせんでええんかみたいなね 寝,寝てるだけでいいんかとなんかもう甘えじゃないかみたいに思う方のためにですね次のセリフ私は頑張るが主はもっと頑張るもちろん私たちはこの聖書ねまあ頑張って読もうとする人いると思いますね頑張って集会行こうテープ聴こう YouTube 見よう とか私たちの頑張りっていうのもあるかもしれませんけど聖書が言ってるのはいやあなた頑張っても,もちろん頑張ってくださいけれども主の頑張りはそれ以上です私たちがどれだけですねこのまあある意味で頑張ったとしても神様がしてくださったことに比べられないです神は私たちのために全てをね投げ打って頑張ってくださったんです さあ、もう一方の反応がありますね。えーまあ、頑張る人頑張れる人もいるかもしれないけどでも全然私はやる気出ないと頑張れないと何度も失敗しちゃうこけちゃうでも私はもうだめなのかと言いますと私は頑張れないが主は頑張れる私たちが頑張っていこうとかやっていこうとした時にある時ふと気づきます。あ自分は。 不完全だなとか、自分はやろうと思ってもなかなかそこに到達しないなという自分の限界にこのおののくときがあるんですね。で、そのときはダメだって言ってないんです。私たちは頑張れないけど、でも主は頑張れるお方です。主は私たちを導くことのできる方です。さあ、このことをですね、パウロという人は、えー、知ったんです。立法が与えられて、 立法を行うことによって神様に受け入れられようとしていたパウロが、ああ、自分には限界があるなって、自分にはできないな、でもできないことを主はしてくださった、主が頑張ってくださったということを分かったんですよ。なので、先ほど見た信仰によって義と認められたので、私たちは主イエス・キリストによって神との平和を持っている。 神との平和です。ささあ皆さん、平和って誰もが好む言葉だと思うんですね、えー。皆さんは平和と聞いたら誰との平和を思い浮かべますかた、まあ、多分神との平和を最初に思い浮かべる人は少ないと思いますね。多分、ん、まあ、隣人であったりね、えー、同僚の人であったりそういう人たちの平和な関係みたいなのを思い浮かべると思いますけどもまあ、いい言葉です。で実はこの 英文オンパレードってつけたのはですね私この五章を、えー、ずっと何回も読んでてねもうとにかくもう英文ばっかり出てくるんです、えー、全部読む時間ないのであげますとねここに書いてるのは説なんですね節説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 節十説節二説一節説こういう言葉がねもう五章のところにちりばめられてるんですね平和 恵み望み喜び希望愛和解賜物永遠の命あの、まあ、ここにね書道の先生いるんですよでうちの家内もお世話になってるんですねであの掲示板見たことありますかほとんど見てくれないんですけどもここにね入り口をもうちょっと向こうに目をやるとあの掲示板があってそこにね いつも習字で書いてるんですね。あの、先生が書くときもあるし、生徒が書くときもあります。みんな上手ですよ。で、その、まさにね、この習字で取り上げられる言葉じゃないですか。あの、学校でもね、平和って書きますよ。平和。学校でもね、希望って書きますよ。さすがにね、和解はないな。<laughs> 和解はなかった。小学校だから。ね、でも、賜物もも難しすぎる。でも、 この愛とかね希望もう全部書道のテーマにぴったりみたいな言葉ですよね。このように実はこの神様がしてくださったこと私たちが頑張れなくても神様がしてくださったことを私たちが理解し始めるとね実はこういう思いに満たされてくるが出てくるということをパウロは経験したんですね。 まあそこでこれを書いたわけです。で、今日はこの5章を考える上で、まあこういうね、英文いっぱい出てくるんですけど、ちょっとあの、あることでね、この、こういう状況に至ったパウロと、えー、まあ以前はね、ひどかったんですよ。で、この以前ひどかったパウロのことを思いながら、ちょっとまああることありましてね、ある人のことを思い出して、えー、本をね、以前私、 もらったことがあるんですねでその本をあのどっかにあるのは覚えてるんですけども、まあ、大体そういう時はね分からなくなってるじゃないですかでそれをねやっぱ探そうと思ったんですねで私はあの最近はちょっとだんだんあの、はい、もう還暦が近づきましてですねあの悟りがだんだん出てきましてね亡くなった時物,物を探す時ってめちゃくちゃイラレするじゃないですか、ね、もうずっと探してるとか言っているでしょ、ね、もう朝から晩まで探してるみたいな。 でねえー、その人にちょっとお伝えしても私も、ね、何回かあるんですけどその時今はこう考えましてあこれでねまた綺麗になるわと思うんですまた整理できるなあんまり反応ないですねあの、まあ、そこまで境地に行ってないかもしれませんけどもあのねこう探す時には必ずもういろいろこうひっくり返すでしょでひっくり返す時にあここにこれあったんかみたいなあ直してたなみたいなそういうのはなかなか進まないんですけどもでそういうことやってたらだんだんね あの、こっちものをこっちにやるだけで綺麗になっていくんですよ。ね、で、だんだん最初よりも綺麗になって。で、今だにまで見つからないんですけど、まあ,まあで、ね、でで、まあ、でずっとやって、でしまいに、ね、見つかったんです。それはね、あの、クリスチャンの証の本だったんですね。このパウロも、どんな風にして救われたかっていうことを、えいろんなところで書いてるんですけども、その人の証の本を探してあった。で、えー、それをもね、折り混ぜながら、 考えたいと思いますが、この方はですね、勝也という、勝也正という方なんです。勝谷の矢ですね、勝也さん。で、この勝也さんの,そのまあ前半と言いますかね、あの幼少はね、本当にあの大変で、まあ、パウロもね、まあ、パウロと真逆ですよ。パウロはもう完璧宗教教育、その時の最高の宗教教育を受けてました。でも彼はね、出たのが小学生まで。 えー、6人兄弟の次男で5歳の時にお父さんが亡くなって神戸に、まあとえー、っと島根県の人だったんですけども神戸に養子に出されましたで養母と養父がいたんですけども行ってね1年目に養父が、えー、病気で亡くなってしまいましたでそのまま養母と広島に帰ってでまた 神戸に移って実母実のお母さんと暮らし始めたんですがまあ,あの妹とね一緒に 3, 3人で住んだんでしょうねあの妹ばっかり可愛がられて、まあ、自分はあまり、えー、よくしてくれなかったとそして5年になってちょうどこれあの戦時中なんですね多分あのはっきり書いてないんでわからないんですけどもえ前後の脈絡から見るとえ1900、うん、昭和7年生まれぐらいにい。 ですね、ちょうど幼少期があの第二次世界大戦でしたねそして疎開しました島根に疎開しましたそして6年生の時に神戸にもういっぺん帰ってきましたで神戸はあの大空襲受けてましたからもう焼け野原でもうとにかくねもう生きるのも大変みたいな感じで彼は仕事をし始めたんですけれどもまああのー、ね全部まあ親方に取られてしまうみたいな感じで、まあ、その辺りから、えー、いわゆるね説 みたいなことを、ね、何度も何度も繰り返すようになってしまったそうです。まあ、結局は、えー、2回、ね、豚箱に入れられてこの少年院と少年刑務所と成人刑務所に厄介になってです、ね、そしてもうこの、ねあのまあ、その当時の刑務所ってすごいですから刑務所でもボコボコにされるんですって刑務所でね。 あの彼言うんですって「あのお前ここ出たらお前とお前の家族はぶっ殺すかな?」みたいなことを言うんですってでそう言われて怖いじゃないですかだからね袋をかぶしてぶ,ぶ,ぶつんですって誰がぶたれるか分からんようにしてぶたれるような、まあ、そんな環境だったそうですねそして彼は二十、えー、歳になってまあ何かしかったんかないろいろ勉強したりしてそして刑期を終えて出てはまた悪いことして捕まるっていうことを繰り返して いたそうなんですねでしまいに彼は結核になりますで結核になって、えー、もう本当に重症でね、えー、結核療養所に行ったんですけどももう,もう死に死にそうみたいな感じで彼はもうこのままねもう絶対もう死ぬわと思って、えー、でもねなんとかねもうなん何のために俺こんな生きてたんだろうかみたいな感じでもう何の役にも立たないなっていうことでもう情けなくてたまらんと。 で、横パッと見たら、やっぱり同じ計画で寝てる人がいるそうです。ダブル君って言うて。で、そのダブル君がね、もう俺死ぬのが怖い、死ぬのが怖いって叫ぶんですって。で、叫ぶから、彼は、いやいや、死なんて怖くないぞと。ちょっと我慢したら、もうね、もう何もなくなるから大丈夫やから、ね、しっかりせえって励ましたかったんですね。ところはね、声出ないんですって。もう自分の体力がなくて。 でそう思っても声も出ない自分をもう本当にですねもう情けないと思いながらもうとにかく人の役に立って死にたかったみたいにそしてあの最後はですねもうこのまま死のうと思って食べることも拒否して絶食状態になりました、ねでまああの死んだ後に看護師さんたちのが楽になるやろうと思って手を組んでこうやってねでご遺体の、ね、手を組むの大変やろうなと。 もう最初から組んでたら大丈夫やろというぐらいで,でこんなふうにして悶々としてたそうですねところがねここからちょっとうーん、まあ、私は一応ねこれ全体見てあの嘘ではないと思いますけどもこれもう,もう吹っ飛びですもうね夢の中でというか無意識の中でねあの死が怖くなったんです死が怖いというような体験を 夢の中で、まあちょっとその辺詳しいことはいいです。してね。もうこのまま俺がどんだけ悪いことしてきたか分からなんから、このまま死んだら、私怖いと思って死に対する恐怖がもう強烈に来たそうですね。そして、神様、私はね、もう一回ね、生かしてください。もうベッドのままでもいいから、とにかくこのまま死なさないでくださいって、助けてくださいっていうふうに、えー、叫んだそうですね。そしたら目覚めて。 そして、えー、ちょっと元気になったそうですで歩き出したそうです歩き出したそうですねでそれからですよで私はもう死ぬ死にそうだったのに神様に祈ったがあの神様誰だろうかってなったんです誰だろうかで看護師さんに言ってですねとにかくあの図書館にある全部宗教関係の本全部持ってきてとお願いしたんですけどもいやまあ、 あの今,今まで真相やったらやめときっていうことで最初拒否されたんですが、もう何かとにかく持ってきてって持ってきてもらって、もう読みあさった。でもね、全部ね、いや、これこの神様じゃないだろうっていうので、しっくり来なかったそうなんですよ。で、よう考えたら、キリスト教の本が一つもなかったで。なぜかというと、その結核療養書には、 この彼らのためにこの聖書のことをね、お伝えする、まあ聖書研究会みたいなのがあって、そういう人たち、グループがあったそうですね。そのグループの人たちがみんな囲い、囲って持ってたんですって。キリスト教関係の本は。だから看護師さんが持ってきたのは一般の書,書籍にある普通の宗教の本で、全く聖書に関係する本はなかったんです。で、彼はですね、ふとね、あ聖書な。パッと隣見たらね、 あの死にた怖いよって言ったあのザブル君がですねの物置にギデオン、まあ、無料の聖書があるんですよね無料の聖書がね置いてるんですけど牛乳瓶のコースターになってたそうですねでそれ見て「新約聖書」って書いてるので「あのお前あの借りようかなと思ったんですけど聖書持ってることはこいつはクリスチャンやなとでクリスチャンやのに死ぬの怖い!」とか言ってるの 変やろというので、まあ、これはね彼に聞くまでもないかな聖書を読むまでもないかなと思ってたんですがやはり残ったものキリスト教ぐらいしかないのでちょっとその聖書を、まあ、読んでるって言ったらもうこの聖書はしょうがないって、まあ、変な奇跡とか出てきて訳わけからんみたいに言うからほんならちょっと貸してくれるって言ったらああどうぞどうぞって言って彼はその聖書を牛乳瓶の跡のついたギーデの聖書をね読み始めたんですねそして読み始めて7ヶ月経ちました7ヶ月ずー と読んでるんででるすけどもやっぱりね分からなかかったそうですで分からないどころか一番心に刺さったのが神様の前で自分は不完全だ罪人だというこのローマ書のこれまで考えてきたね神の前に私は本当に不完全だということばっかり心の中で成長してきてねもうとにかくお前はダメだめだお前は地獄だっていうことばっかりが自分を責めてもう,です、ね、もうたまらなくなったというんですね。 そして、えー、数ヶ月、まあ最終的には7ヶ月かかったんですけども、その時ですね、もうね、またやっぱり症状がひどくなって死にかけたんです。何度も死にかけてるんですけど、でこの死にかけた時にですね、このね3日間ね、ほとんど意識を失ってたような時があったんです。この3日間にね、やっぱりね、その読んでた御言葉を思い出したって言うんですよ。 聖書を知っている人は、ね、有名なんですけどねもしあなたが自分の罪を告白したなら神は真実な正しい方ですからその全ての罪を許しあらゆる悪から私たちを清めてくださるという第一話の手紙のところねどこか分からなかったけどもガッと思い出されてねそして、えー、自分はその罪を一つ一つ告白するようになったそうです。 でその3日間昏睡状態になった時に、えーまあ、彼はねもう一度、まあ、神様のねこの体験をしたというんですよ、まあ、それもいいですちょっとわっ,ってうからさあ彼は叫びました「イエス様あの信じます!」って心で決めてそれからまあそれからね3日間昏睡状態みたいになったんですけども その時に、えー、もうその3日の昏睡状態の時にお医者さんが心配してねもうこれだめなんじゃないかと思ったので、えー、両親呼ぼうと思ったんですね家族の人呼ぼうとで,でもそのカルテにそれが情報がないとでパッと見たらこう彼は聖書を持ってるからあクリスチャンかと思うのであのよくこの,その療養所に来ていたクリスチャンにお願いして来てもらったそうです牧師に、ね、来てもらってで牧師も見たことない人なんで困って。 であなたあの「お父さん誰お父さんのどなた?」って名前誰って聞いたらね意識ないのにね突然ね「お前が親父だ!」って言ったそうです。<laughs> お前が親父だってでそれ聞いてねこの牧師は痛く自分が親父の仕事をしないといけないという責任感を持ってですね、まあ、彼を今後あの導いていくんですよ。 まあ、というような感じで、彼は、あの、もちろんね、聖書を読みましたよ。聖書を読みましたけども、別に、あの、他の人からね、教えてもらったというよりも、この聖書の言葉に信頼して、この神様、もう自分が知った罪はね、もうそれはとんでもなくたくさんあります。一個一個ね、神様に告白していく中でね、一つ一つ神様が、このイエス・キリストの十字架によって、 この癒してくださったということをね自分で体験してるんですよそして彼は「あの救いを得た」っていう思いを抱いたんですねはいじゃあ2つ目のポイントですしみじみじ救いを味わうということなんですけどこのローマ書の五章途中ですね特にこの私たちが受けた恵み神様が頑張ったどんな頑張りかどんなことをしてくださったのかということがまあ 論理だてててねねまとめて書いてるんです、ね、その一つ目イエスの死ですイエスが死なれたことは皆さんもず多分ご存知だと思いますが何のために誰のために死なれたかお聞きになったことあるでしょうかでここでははっきり書いてますはっきりね参箇所今から引きます、ねまあね、この3箇所には共通点がありまして私たちがどんなだったかそして イエスがそのために死んでくださったかということが、まあ、手を変え品を変え説明されています。三つあるんですね、えー。ざっと見ます。色書いてますからわかりやすいです。イエスの死です。六節。実にキリストは私たちがまだ弱かった時、あ、弱かった頃、定められた時に、不経験な者たちのために死んでくださいました。 2つ目8節、しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます3つ目敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたと書いてます 今3箇所弱い時罪人であった時敵であった時私たちのためにイエスが死んだと書いてますでこれは皆さんのためなんです私のためなんですと聖書は明確に宣言してるんですですからこのことを受け入れるか受け入れないかは人によって違いますけれども聖書は明確に言ってますイエスの死はあなたのためだったというんですねさあこの死ということを考えた時に あのまあねえー、っと多分皆さんも思われたでしょう昨日ええー、遊戯王作者の高橋和樹さんが、えー、亡くなった理由が分かりました遊戯王ってあの私ね全然知らんですけど知らんのですけど遊戯王カードが流行った頃に教育現場にいたんですよ この遊戯号カードにどれだけ悩まされたか先生、遊戯号カードを脅し取られましたとかですね <laughs> 遊戯号カードをあの、ね、取りましたとか取られましたとかもうそしょっちゅうあってもうなんか悪のもう根源みたいなこのためにどんだけ困るねみたいなでこれあのプレミアついて高くなるんでしょ何十万とかも今あるらしいしでそれ、えー、40年前ぐらいのあ40年前ぐらいのものなのにいまだにね あの人気あるんですす世界中ですよでこの、えー、高橋和樹さんっていうのがこの原作者なんですけども、まあ、この方がね実は7月にあの亡くなったんです事故で,、えー、で私もちろん知ってましたこの事故でその時私はねこう思ったんですもの世界的に有名な人だけどまあこのね、えー、コロナがちょっと収まって、まあ、悠々自適でね、えー、沖縄行ってね し,のけるして、ね、ででもこんな風に亡くなって、まあ、ちょっと哀、まあ、れかなみたいなかわいそうかなみたいなでその後はあの7月の時にはえこの死体がですねあの私が見たら海洋生物に傷つけられた跡がありましたと書いてましたけど多分これはサメかなんかによってもう、ね、要は食われてたともう要は2日後に見つかったんですけどもご遺体は本当に。 えー、損傷されていたと思うんですねそれから2か月経ちましたね約3か月でこの昨日この記事が載ってテレビでも放映されました皆さんも見たと思いますはい実はこの和樹さんが亡くなったのは自分のミスじゃなくて、えー、3人の親子これねあのアメリカ人だそうですねこれやっぱりいろいろ記事見ますとだんだん繋がってきますね、えー アメリカ人の親子、夫婦と子供、この三人が沖合で手を挙げて濁流に飲まれて助けを求めたんです。そして陸にいた米兵たちが二人が助けに行ったんです。その助けている途中に高橋さんがしのぎりしながら近寄ってきたんです。で、一緒に助けたんです。でも米兵でさえもう濁流に巻き込まれそうだというぐらいすごいあの流れのきついところで、そして彼らが助けることができたので、 もうこのもちろん名前わかりません、えー。この人はもうまた戻ったかなというふうに思ってたので、また難民の高かったので、もうそれ以上探しませんでしたと。ところが2日後に見つかったんです。ね、そしてこの米兵たちが証言してるんですよ。あの高橋は、この救助活動の途中に巻き込まれて、事故に巻き込まれて、そして亡くなったんだと。で彼はヒーローだと。っていうふうに。 米軍向けの新聞に載ったんですそして日本のマスコミが動いたんです日本のマスコミが上でここに書いてますように第11管区海上保安部の取材で分かったんですでこの海上ねっ保,保,保安部はね分かってたんです彼が救助活動したけども事故に巻き込まっれて亡くなったというのはところはそれ言わなかったというんですよ でなぜかというとこれ全部書いてました少女の心のケアを優先し遺族と相談の上救助中の事故と公表していなかっただからある意味で警察は分かってたんです彼が何で死んだかでも確かにね自分たちを救おうとして亡くなったって本人たち聞いたらもうどれほどね申し訳ないと思うかもう取り返しつけないじゃないですかその心情を見た時に伏せたんです でもこういう真実はね、どっからか漏れますよ。彼はヒーローだということで取り上げられて、そこでやっと日本のマスコミが動いたんです。これ見たときに、皆さん、彼が死んだという事実はね、7月の時点でもはっきり分かっていました、ね。今でもそれみんな認めてます。でも、何のためになぜ死んだかということはね、私たちは聞いたから分かったんです。私たちは第三者です。でも本人たちはね、 どれほど申し訳ないと思っているか。イエスが十字架で死んだと、これはまあ歴史的な事実です。でもこの死というのは、実は人間のために、この全人類の罪からの救いのために、神が計画した神様の、ある意味で最大のこの計画というか、最大のイベントですよ。この世界で、このイエスがこの世界に来て、 罪の代わりに死んでくださったという、このビッグイベント。だから、カレンダーが二つに分かれたんです。イエスが来る前とイエスが来る後では大きく世界が変わりました。イエスが死んだのはあなたのためだ。私たちがまだ弱かった時、何もできなかった時、罪人であった時、いや、敵であった時に、イエスは喜んでね、私のために命を捨ててくださったんだ。というのが、 聖書が明確に言ってることですですからもし私たちがこの聖書をどう捉えるかと見た時にこの点を外したらね分からないですもう一点五章にはありまして「一人の人によって」という言葉、まあ、文言が出てくるんですね一人の人っていうのはどういう意味かというとこういうことです、えー、まず答えから言いましょう一人の人一つはアダムです人類の先祖です一人はイエスです この一人の人によって歴史は大きく変わったというんですね。一つ目、アダムのことです。ちょうど一人の人、アダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったと書いてますが、聖書はこう言います。私たちはすべて最初の人、アダム、アダムの子孫です。 そして、このアダムが神の前に、まあ、正確に言えば、エヴァが最初に神に反逆してね、で、それを真似したのがアダムなんですけども、聖書から見たら、男がね、女の頭と呼われてますから、責任を持つ者は男なんです。アダムが罪を犯して神様から離れた瞬間に、全人類が罪を犯したことになっちゃったというんですね。さあ、これもですね、 何でアダムが罪を犯したのになんで私の責任なんねんって思いますよねでも聖書はこういうんですアダムがいたから私たち今ここにいるんですいいですかアダムがいなかったらなんでやねんっていう私たちさえいないんです折れないんですアダムがいたからこそ私たちがここにいてそのアダムが神の前にずれてしまったそのずれはですねこのアダムの でも的には腰の中にいたアダムの中にいた私たちみんながですねこのある意味で罪を引きずるようになってしまったというふうに聖書は語るんです、ね、もちろんねあの私がやったわけじゃないからっていうことできるかもしれませんけどもどうでしょうかもし私があのアダムと同じ立場だったら最後の最後まで 神様とのいい関係を持てたでしょうか。そう。アダムは神から離れることによって、神様との平和が絶たれてしまったんです、ね。でも、もう一人の人がいます。そのもう一人の人が15節にある、一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物はと書いてありますが、一人の人、イエス。この世界に2000年前に来られたイエスは、このですね、罪の連鎖といいますか、 罪の遺伝といいますか、このものをですね、断ち切るだけでなく、新たな遺伝というか、そういうものをこの地上に打ち込むためにね、この世界に来てくださいました。イエス・キリストがこの地上に来て、私たちの罪の身代わりに死なれたことによって、そして私たちがイエスを信頼することによって、あたかもですね、イエスの中に、腰の中に入るかのように、イエスの中に私たちが逃げ込む。 イエスを信頼するというのはイエスのこの救いの箱の中に入るみたいなイエスの中に入ればイエスがしてくださった頑張りというのがあたかも私の頑張りかのように見られるというんですねイエスを通して救いがもたらされたんですですから私たちができなくても頑張れなくてもイエスが頑張ってくださったがゆえに恵みによる賜物というのは一層 溢れましたよというんですね一人の人によってアダムとイエスというのが、まあ、比較されてましてね、はい、この五章の後半にこういうことが書いてます一人の人アダムによって罪が入りましたが一人の人イエスによって恵みの賜物が注がれるようになりました一人の人アダムによって不義あなたは神の前に正しくないって認められてしまいましたがイエス・キリストのこの 行為によって私たちは誰でも義と認められるようになりました。アダムが不従順で神を無視して不従順になって罪に陥った。それに対応してイエスは最後の最後まで神の御心を全うして神に喜ばれることだけしてねでも十字架で罪を背負って裁かれてそして 義とと認認めめらられれまましししたた正い私たちはこのイエスを信頼することによってイエスにあって義と認められるということがこのローマ書はね、まあ、順番に書いてるんですねはい最後のあそうですねじゃあこのね、えーまあ、論理だってこの、えー、ローマ書書いてるんですけども先ほどの勝也さんの話に、えー、戻りましょう。 もう全然この人、論理だってないいから面白いんですね、えー、この人イエス様、信じますと、えー、言った後ですね、えー、奇跡的にね、結核癒されたんですよあの。胸にね、8センチ穴開いてたって言うんですよ。でこのままやったら、だめやからあの、手術してね、ちょっと今、元気な時に塞ごうと。で、塞げたらよくなるんですかって言ったら、 それは言えんって言ったらもうそれいいとだってその穴塞ぐためにあの肋骨7本取らなあかんって言われてねそんなんややいうことで断ったんですねでもねだんだんあのよくなっていったんですよそして彼は退院するようになったんですでお医者さんから退院しろって言われたんですところはね退院しても行くとこなんです身寄りがないからで行くとこないから正直にその先生に言ったそうですね 私はもう神様は信じてね、でもこのまま行くとこないから、ぜひね、おらしてください。って言ったら、そのお医者さんが、あのー、君のような人がいたらね、もうなんか風紀が乱れてるこの病院の中の、ちょっと光になるかもしれないということで、よろしいということで、好きなだけいなさいっていうことになって、彼はそれからね、また猛然と聖書を読むようになったんですね。その中で、彼は、イエス様のことを伝えるためのね、 まあ一般的には伝道者というふうに言われるんですけど、そういうものになれって神様から言われたそうです。ね、神様、それ、あの、無理ですと。であなた、私、こと知ってるじゃないですかと。私、一度ね、メッセージ頼まれたことがありましたと。でね、一対一の喧嘩って何歩でも声で言葉出るんですって。一対一だったよね。ところがね、壇上に立って、 メッセージお願い、1回されたことあるそうです。で、されたときに、私はイエスによって救われました私はイエスによって救われましたって2回同じことを言った後ね、言葉が全く出なかったそうです。何言うたらいいか分からないみたいな感じで。だからね、そんなものがね、このイエス様のことを伝える、そんなものになれるわけないじゃないですかって、何度も断るのに、神様はね、迫ってくると言うんですよ。そこで分かりましたということで、あのー、ちょっと相談所。 とということで考え思いついたのが、あの、お前がおやだって言ったその牧師、その牧師のところの教会にいてね、先生、実は私はあの神様がそういうふうに言われているので、伝統者になりたいんですって言ったら、その牧師はね、進学校行かなからなと。ところで、お前、学校どんだけ出てんねんって言ったら、小学校だけですって言ったら、それはあかんわって言われて、もう一周されたそうですね。それからですよ ス様は信じましたけど皆さんあのイエス様信じたからといって性格が全く変わるわけじゃないんですねもう今まで彼自分で言ってますあの外見はイエス様信じたって言うてるけどあの性格はねゴリラのままやったみたいな言ってますからもうほとんど類似へと変わらへんみたいなそんな性格でもうとにかくもうカッとなるでその神様は、ね、あなたがなれと言うから私ねお願いしたのにそんな一周されてね これなんでじゃあそんなふうに言うんですかみたいな感じで、もう神様に怒る、その牧師にも腹立てる。ということでもう、もう散々んん腹立てて、また元に戻ったんですけどね、またね、また、また言われたんです。またへ行けと。で、今度は違う方法を通してね、あのー、本当はね、それ認められなかったんですけども、断られてね、また、あの、まあ、本当にね、苦しんでで。 3回目にある進学校に入れてもらえることになってそしてまあねあの牧師に電動車になれたんですねでも噂が立ってましたその進学校でもだいぶひどかったみたいですねだからあのよく病院とかにこうね訪問してねイエス様のことを伝えるんですけど「あのお前絶対喋ったらあかん」って言われてそうです喋 <laughs> らんと喋らなくてあのパンフレットをね渡す係。 とにかお前喋ったらあかん私だけだで他の人たちはその集会所でね集会室で病院の集会室で聖書の話をしてで入院患者にの人が来て聞いてくんですけど自分そこではもう絶対語れないんですよ語ったらダメなんです。ということで病院患者のベッドのもとに行って渡して小さい頃で聖書のことを語ってたということなんですね。はい、というような人もいます。 でえーまあ、途中ね、割愛しましたけども、とにかく、あのー、これ、理論じゃないんですよね、もう本当にね、本物の神様誰だろう、あこれ、聖書の神だって彼は教えられたら、もう他のものをね、一切読まなかったというか、まあ、手に持ってな,ったな,いなかったの、とにかく聖書をね、ひたすら読んでる中で、あのだんだんね、 もう分かってくるというんですねそしてこの神様がどう思ってるかというのをこの聖書の中から教えるというんですよ。でその歩みは確かにねあのー、なんか、うんうん、愚直というかでもねなんか真実さを感じますね。このローマ書の5所みたいにこれ論理立てて神様を信じる人もいます。 この世界にものすごい賢い科学者や物理学者や哲学者やそういう人たちが神を信じてる人もいます。でもそんなのと真反対の人でもね、神様を本当に心からこの見上げて近づくときに神様が教えてくれるんですよ。今から言うことは絶対に真似しないでください。もうこれは私がね、もう吹っ飛びました話でございます。 彼は聖書をまだはっきり救われてなかった頃、もう真剣に読んでた頃にですね、聖書のある箇所にぶち当たったそうですね。それは、イエス様がね、この山に向かってね、海に植われって言ったら、その通りになるという風うに聖書に書いてるんです。まあ、これはですね、あの、文字通りじゃないですよ。祈りのことを言ってるんですね。あなたが、あなた方が信じて祈るならばという、そのことを言ってるんですけども、そ前後見たらわかりますよ、誰でも。 ところが彼はそれを見ましてね、山に向かって海に入れって言ったら、そうなるって書いてるから、やろうと思ってね。海に入れって山に向かって言ったそうです。で、その山っていうのがもういつもね、見てるんですけど、なんかちょっと気に食わない山で、もうなんかあの、まあなかったらもっと景観いいのにな、みたいな思ってた山だそうですねで。言ったけど、もちろん動くわけない、ないでしょう。でも聖書見たらね、あの、心から信じてって書いてるから、 もういっぺんね、神様、信じます、信じますか、行けって言ったけど、なんもならなかったと。で、なんもならなかった、まあのダだこねてるんですよ、ならへんやんか、みたいな、ね、聖書のこと嘘やんか、みたいに、まあ、そういうようなあのことをしてたんですね、彼はね、はっきり救われるまではね。それから2年後です、その療養所にですね、 えー、新学生になって行った時ね窓を見てね驚きました山がなかったんですえっってでその中の下にちょあそこの山どうしたんや?」って言ったらね神戸市の都市計画でその山はね全部削り取られて海に運ばれて ポートアイランドになりましたポートアイランド人口を生み出した地、ね、そこにあった山はねすっかりないんですというちょっと冗談みたいな話があるんですけど、まあ、私一番好きな話なんですけどねあのこれはね真似しなくてもいいですよ真似しても意味ないですから、ねまあ、そういう感じであの全く論理だってないんですけど彼のそのなんていうか本当に神様に対する、ね、熱い思いっていうのを私はね感じました。 パウロはパウロで、もうこの知性を尽くして神様の救いを説明しています。でもその人はね、もうとにかく私はこんなとこから救われたんだということを明かししたんですね。明かしするものとなりました。さあ、3番目です。最後のポイントです。ぼちぼち主と歩む。はい、このぼちぼち主と歩むというのは、まあこれはですね、えー、神様を信頼して歩み始めると、この、まあ急激にね、変わる人もいますけど、 変わらない人もいます。パウロはこんなふうに変わりました。まあ、パウラと近いでは急激に変わった方ですけどね。彼は五章の2節で言ったんです。神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。パウロは、この望みを喜ぶだけじゃなく、苦難さえも喜んでいますと言いました。 で、神様信じたら、この全て何も悪いことを起こらなくていいことだらけかっていうと、実はそうじゃないっていうことがわかります。そしてパウロも、実はこのイエスを信じ受け入れなかったら、元のままのユダヤ教だったら、彼はこの苦難に遭う必要は全くなかったです。なぜかというと、ここで言う苦難というのは全てこの皆さんに私たちに福音を伝えるために受けた まあ仕打ちというか報いだったわけですね彼は他の手紙の中でこの受けた苦難のことをちょっと語ってるんですよこんな箇所ですこれもパウロの言葉ですコリントへの手紙の第21章の23節から苦労したことはずっと多く牢にいられることもずっと多く鞭打たれることははるかに多く死に直面したこともたびたびありました ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度。あの、40に1つに足りないって39でしょユダヤ人は40打ったら死んじゃうと言われたんです。だから死なせることはないように39までの鞭っていうのがユダヤ人がやっていた鞭打ち刑ですね。その鞭打ち刑を5度彼は受けました。 ローマ人にでたたれたことが3度。またこのローマの無チがですねもうとんでもない無チですねこう肉をこう引き裂くようなね恐ろしい無チですこれ3度石で撃たれたことが1度難破したことがあり3度一夜会海上を漂っ,ったこともあります。 何度も旅をし、川の名、盗賊の名、同胞から受ける難異邦人から受ける難町での難荒野での難会場の難偽兄弟による難、まあ、彼はね、もう本当に苦難の連続でしたが、けれども、その苦難の中で彼は希望を失うことなかったんです。でこの5章の章節で これ最後にしたいと思いますが、それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからだ。神様は好き転んで私たちに苦難を与えるんじゃない。苦難を許されるんじゃない。けれども確かに多くの信仰者が苦難に遭いました。けれどもその中でね、本当にある意味で輝いている様子を私たちは見せられたんですよ。 でこの希望が最終的にはね大きなこの祝福を与えるんだということを彼は経験の中で知っていました最後に勝谷さんをこ,こ言いましょう勝谷さんはねそのあと、えー、実はお前波乱万丈ですわとんでもないちょっと罪を犯してしまったんですねで えーまあ、このまま自分はこのお世話になっているというかねサポートしてくれてる方に申し訳ないということで、まあ、これはこの仕事を続けるわけにはいかないということで彼はその仕事を辞めましたそしてまあ普通の、まあ、アルバイトみたいな仕事をまあし始めたんですねえところがねその、まあ、その噂はね、まあ、すごくある意味で目立つ人だったのでその噂あっという間に広がってもうクリスチャンの中でもよく知られたことだそうですである人たちが その話を聞いて昔の,の知り合いがねあのそのこと本当なのかと全部本当だとでそのことを知った上えでこの知り合いのね、えーまあ、女性の娘さんとねあの結婚することになったんですねもちろん二人ともクリスチャンですけどねこの方が、まあ、奥さんとなった方が、まあ、これまたできた人みたいですね で、そのクリスチャーになって、あのその夫婦になってね、その女性の方というのは、実は亡くなった父からこの事業を引き継いでた人だそうですね。社会保険の老士事務所。なんかこの行政の手続きをするような書類をね、整えたりする事務所みたいなものを父から引き継いでたそうです。4人雇ってたそうです。 で自分はね、この彼女と結婚したから、結婚した次の日から、その事務所長になったんですね。いきなり社長になったんですね。で、自分、社長席に座っても、やること何にも分からないんですって、仕事何にも分からない。で、奥さんがいろいろやってるんですけど、奥さんから帳簿を見せられるときにあの、それぐらいは分かる、もう大赤字だったそうですね、大赤字。でで大赤字で で、なんで4人も雇ってんのって今まで雇ってきたからちょっともうどうしようもないみたいな感じで。いや、これはね、これこのままじゃ潰れるやんと。っていうことで最終的には4人の人全部辞めてもらったんですね。辞めてもらうときに、あの、もう当然ね、潰れると思ってたから反対もされずにさっと辞めたんです。退職金もあげましたから文句も言めない。でね、2人になって、さ立て直しが始まるんですけど、これも不思議ですよ。あのー、委託業務だから、 お客さんをクライアント取ってこないといけないのに全然営業もしないのに、ね、なぜか外からね依頼が来るそうです依頼がねであれよあれよという間に黒字になっていきましてねで彼がしたことは何かあったら朝のミーティングって言って朝早く事務所に行ってね祈るんですって神様とミーティングするんですって、ね、どんな風にしたらいいでしょうかどんな風にしたらいいか言って営業したらいいんですけど営業しないのに 向こうからやってきてきねでもう右肩上がりで業績伸ばしてそしてあの協力していた街道をね建てる約束していた献金まで全部払ってそして結局なんかすごく儲かっちゃったねみたいなそんなふうに、まあ、なったというんですよですから彼の晩年はあのいわゆるねあの、うん、こういう講談でお話をするような 仕事には一切関わりませんでししたた普通のビジネスマンでしたけれども彼がその書いた、ね、その証しの本がねあのバーって自分で配ってねで私がもらった10年前ぐらいですでに5000冊あの配ったと言ってますからかなりの人があの見たと思いますねもしかしたらこの中でも見た方がいるかもしれませんねでこの方も今召されましたお亡くなりになりましたね、まあ、あのこのね。 もうパウロと真逆のような人でもですよ。本当に神様に単純に信頼して、そして悪い時はね、本当に悔い改めて、もう本当にね、あのもう3年間どん底、そのきっかけになって出来事があってからですね。でも本当に死の前に、この悔い改られた時に、神様がまたね、引き上げてくださるというんですよ。 五章の五節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちに注がれているで。神様は私たちがまだ神なんか全く知らないときに、ね、また頑張ろうかなと思って、もう弱さをまだ気づかないときでさえ、神の方から私たちに語りかけ続けているんですね。で、このですね、 神様の愛にパウロも気づかされましたそして実はこの本を探そうというきっかけはねこの中にね似たような境遇の人がねいるんです横見ないでくださいこの人かもしれない外見見えませんでその人のことをね私祈ってる時にねあそういやなんかちょっとこの人のような生涯歩んだ人おったなと思ってこの人あの勝也さんのこの証しをね 思い出したんですよ。ということで、今でもね、本当に神様の前に真剣出るならば、必ず神様が答えてくださいます。私たちはそれに信じています。ぜひとも、この神様の愛を受け取ってくださることをお勧めして終わりたいと思います。